どうも、雨上がり決勝の宮迫です。さあ、今日はですね、ワクチン、はい、コロナワクチン、2回目の、接種なんですけども、はい、いろいろ情報は入ってきまして、やっぱ副反応というのが、まあ、それぞれ出ると、はい、あのもちろん出ない方もいらっしゃるんですけども、ほぼほぼ8割ぐらいの方が熱が出たりとか、うん、いろいろな副反応が出ているということなんで、どういう状態になるのか、実際の打ってみて、次の日、その次の日とかいうのを、まあ、チームみんな打つので、はい、みんなそれぞれでどんな状態なのかというのを、取っていきましょう。はい、なるほど。まずは、はい、チームみんな、2回目ワクチン打ってきます。さあ、ワクチン2回目接種やってきました。はい、今のところどうですか？何にもないですね。全然大丈夫。腕が痛いということもないですし、まあまあ、1回目の時はまあ家帰ってしばらくしたら、あ、なんか痛なってきたみたいな感じになって、はい、夜だいぶ痛なったぐらいはありましたけど、ただ2回目ね、まあ、大体知り合いに聞いてもほぼほぼ熱が、発熱してますね。結構な熱が出たと、はい、いうことで、まあ、解熱剤等は買ってるんですけども、はい、どういった状況になるのか、まあ、我々も50オーバーですから、はい、でチームみんなはまあまあ30代かな、はい、まあ、50代30代、まあ、今現状5人ですから、5人がどんな感じになるのかっていうのを、あのご自身みんな撮って、はい、あの、はい、お送りしたいと思いますので、そうですね、はい、というわけで、はい、どうなるんでしょうか、ご覧ください。さあ、2回目のワクチン接種後、8時間ぐらい経ちまして、今私上がらないほどじゃないですけど、肩は痛いです。触ると結構痛いです。のんちゃんは？私もそうですね、肩までは上がりにくいかなっていう感じです、はい、熱とか体調の方は？は大丈夫です。大丈夫。僕もあの熱とか体調は大丈夫です、はい、で20歳の息子があの肩が痛いのとちょっと微熱っぽいかなという、いつもよりかはちょっと、はい、で8時間後ですね、はい、ちなみに今、嫁さこさんは、はい、ゴリゴリの家着なので、はい、家着なのですいませんすいません、はい、もうダルンダルンの服着てらっしゃって、ダルンダルンの家着なのですいません、はい、さあこれからまた数時間後またちょっとどうなってるのか報告したいと思います。はい、まあ、ちょっとなんか全体的に気だるいなというのと、ちょっと体がポカポカするなという感じで、ちょっと熱を測ったら38度ぐらいの、まあ、熱が出ている状態です。思ったよりかね、早めになんか熱が出てきたかなというのと、あとあの尋常じゃないぐらいちょっと手汗をずっとかいてますねなんでまあ、 あのこまめにねポカリとかで、水分補給とかもしながら、まあ解熱剤とかも用意はしてるのでね、ちょっと服用しながらですね、あとこういうね冷却シートとかも用意はしてるので、まあ、うまく使っていきながらちょっと経過観察していきたいと思います。はい、今時刻なんですけども夜11時前ですね、10時50分、接種してからだいたい12時間、ちょっとお熱を測ってみましょう。はいはいはい。36度5分と、僕は何もないですね。まあ、打ったところはちょっと押したら痛いですけど、だるさとか、ないですね。元気です。はい、ワクチン接種から半日経ちました。体温が37度3分。まあ、風邪の引き始めみたいな感じで、全身のだるさと、僕は風邪の引き始めは、下半身の関節がすごく痛くなるんですけど、同じようなその関節の痛みがあるんで、本当に風邪と同じような症状かなってところです。ちょっとだるいです。さあ、2回目の接種から、半日、ちょい経ちました、はい、現在痛かった腕が、はい、さっきまでこの辺も長ってたんですけど、はい、もうこの辺ぐらいでも痛いです、はい、あとこっち五十肩でもう両腕使えない状態ですけども、はい、ちょっと熱測ってみたいと思います。はい、36.6 なんですけども、はい、私普段35度台、5度台後半なので、うん、やっぱちょっと微熱はありますね、はい、倦怠感もあります。のんちゃんどんな感じですか？はい、私ももう全身の倦怠感と微熱っぽくって、はい、熱が出る前のような感じになってきました。俺もその感じ、はい、ちょっとボワーっとして、ね、ちょっと頭痛も軽くありますけどね、はい、腕思った以上にちょっと痛いです。痛いですね。もう上がらないですよね、はいはい、また明日朝起きて、はい、どのような状態になってるのか報告したいと思います。はい、以上です。はい。
はい、おやすみなさい。おやすみなさい。先ほど11時に動画撮りまして、お熱6度5分ってことで、でしかもピンピンしてるって感じで動画撮影したんですけども、今12時半前なんですけど、ちょっとだるさが出てきて、あ、これ熱上がるなって感覚になってきたので測ってみたいと思います。はい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 、7度3分ありますね。上がってきてますね、確実に。ちょっとこれこっから上がりそうな体感あるので、はい、ちょっと様子見て、でもしあまりに曲がるようだったらちょっと解熱剤飲んでみたいと思います。まあ1時過ぎ、先ほどからそんな時間経ってないんですけれども、熱がですね8度2分まで上がってきました。急に上がってきました。でちょっとこれワクチンのせいかどうかわかんないですけども、お腹を下し始めまして、で僕もともと胃腸弱いのでそれもあるかなとは思うんですけど、この熱の倦怠感プラスちょっと腹痛を伴うこの下痢が結構こたえますね。お薬を飲みたいと思います。これが薬剤師さんに相談したアセトアミノフェンが入っている解熱剤です。これとあとセイロガンも一緒に飲みたいと思います。あのネットで調べると解熱剤との併用大丈夫そうなので、はい、ちょっとこれで様子を見てみたいと思います。ちょっとこれ合わさるときついっすね、お腹と熱と。はい、ただいま、朝6時過ぎです。腕の痛み、めっちゃ痛いです。そして体のだるさが半端じゃないです。寒気がすごいです。熱は8度にまではいっていないですが、それに近い感じで、きついです。とにかく体がだるくて寒気がすごいです。今がですね、朝の6時です。接種からだいたい19時間ぐらい経過しまして、で、5時間ぐらい前にちょっと熱と、あと、お腹が調子悪くなって、解熱剤飲んだんですけど、今はもう全然大丈夫で、6度8分ぐらいですね。そんな倦怠感もなく、ただちょっと、全く寝れなかったですね。これはワクチン関係ないかもしれないんですが、寝れずにでも、体調的にはだいぶ今、はい、元気になってます。はい。このままもうね、薬飲まずに元気だったらいいんですけど、また様子をお伝えします。接種してから、24時間ほど経過した感じですね。熱は未だにずっと高い感じで、38度3分ぐらいをずっとうろうろしてます。ちょっと解熱剤とかも服用しながらですね、さらに様子見たいと思います。ちょっと全体的な関節の痛みとか、あとちょっと、頭が結構痛いのと、ちょっと腰痛っていう、腰痛なのかな、ちょっと腰の方がちょっとだるいなっていうような感覚もあります。丸24時間経ちました。結局僕は8度いくかいかないかぐらいの、微熱ぐらいの感じだったので、まだ解熱剤は飲んでおりません。あと腕の痛み、全身の倦怠感、一番きつかったのが寒気がもうとにかく寒くて、それが一番大変でした。のんちゃんは？私は今が一番熱が高くて38度なので、それと頭痛が結構あるので、初めて解熱剤を飲みました。腕の痛みと。わあ、だいぶマシで。嘘。だいぶ上がります。あ、そう、ほんまや。痛い。倦怠感も。昨日の方がって感じでした。俺今日の方がやな。引き続き、今日の夜ぐらいまでは検証してみたいと思います。あと20歳の息子は、はい、8度を超えたので、今のところ2回お薬、解熱剤飲んだみたいです。はい、2回熱が上がったという感じです。はい。はい、引き続き検証したいと思います。はい、ありがとうございます。接種からだいたい24時間経ちました。11時近辺です。全く寝れずに過ごしてたんですけれども、体調も良かったんですけど、ちょっと体ほてってきたかなと思って今測ってみたら8度3分ありまして、そんなに体はだるくないんですけど、熱だけちょっとあるっていう僕は状態ですね。なのでちょっと解熱剤は飲んで過ごそうかなと思ってます。はい。そんな感じです。特に痛みとか辛さはないです。じゃあ朝、寝起きから12時間経ちました。はい、現在私、熱はございません。はい、若干、
本当の軽い倦怠感と、まあ、腕もだいぶ上がるようになってきました。のんちゃんは軽い倦怠感が残ってます。で、りく息子は、はい、解熱剤を2回ぐらい飲んだのかな、はい、で、まあ、同じような感じですね。倦怠感と、はい、微熱が残ってる感じです。はい、基本的には至って3人とも元気です。はい、はい、接種からだいたい 1.5 日経ちました。で、朝解熱剤飲んでから、解熱剤飲んだ後は結構もう6度台に落ち着いて体も元気だなと思うんですけど、やっぱこう時間経ってくると、あれちょっとまた熱っぽいのかなって感じですね。うん、7度5分もうちょっと、もうずっと昨日からもうポカリセットめちゃめちゃ飲んでます。あとは熱さまシートを頭に貼ったりとか。そうですね、僕はでも熱と倦怠感ぐらいですね。でそれも解熱剤飲むと落ち着きます。お料とはやったらちょっと大変みたいですけど、はい、明日ちょっとね撮影あるんでどうなるか心配ですが、今日もお風呂入って暖かくして安静にして寝たいと思います。はい、今1時ですね、深夜の。今日はもう正直1日ずっとダウンしてしまってて、高熱によるだるさとか、ちょっと関節の節々の痛みみたいなのもありまして、だいぶもう一日をベッドの上で過ごした感じになっています。ちょっとさすがに汗だくになってたので、先ほどシャワー浴びたんですけど、シャワー浴びる前の熱がですね、38度9分ぐらいあって、受けてから一番高い温度なのかな。はい。ということで、ちょっと明日になって、下がるかどうかっていうところなんですけど、ちょっと明日もね、撮影がありますので、ちょっと休むわけにはいかないと思うので、ちょっと明日に向けて、さらに寝ようかと思います。はい。はい。接種翌日の夜です。今、11時ぐらいです。体温測りました。36度9分です。平熱が36度5分とかなので、ちょっと高めかなといったところです。でも、熱下がったんで、だいぶ楽になりました。さっきシャワーも浴びてて、買い物もちょっと行けて、左手はちょっとまだ痛いので、まだ、寝返り打ちづらいです。でも、だいぶ良くなってるかなっていう印象です。はい。はい、接種から48時間経過しました。現状を包み、ほぼ回復しました。もう熱もなかったです。で、解熱剤飲んでからしばらく経ってるんですが、大丈夫ですね。打ったところの痛み多少ありますが、もう全く問題ありません。で、今日ちょっと撮影スケジュール入ってるので、これから撮影頑張ってきます。おはようございます。接種から2日目の朝です。体温測りました。36度3分なので、ようやく平熱に戻りました。2日経って、ちょうどもう通常に戻ったなって感じで。腕の痛みはちょっと残るんですけど、熱はもう下がってだるさもなくなったので、はい、元気になりました。ワクチンを接種して、丸2日経ちました。ちょっと昨日の夜一時的に熱は下がって、大丈夫かなって思ってたんですけど、朝起きて熱を測ったらまた38度7分というちょっと高熱が出てしまい、ちょっと今日のね、撮影、このワクチン接種の動画の締めを撮るはずだったんですけれども、ちょっと僕だけまさかの欠席をさせていただくという、はい。すいません。初めてじゃないかな。なんか、体調不良で撮影をお休みさせていただくというのは、はい。すいません。今日一日寝ればなんとなく大丈夫そうな気はします。ちょっと体はね、昨日とかに比べると、だいぶマシにはなってきてますんで、あとはしっかり休んで、直そうかと思います。はい、というわけで以上のような感じになりました。はい、僕とか堤君とかはすごく軽かったですけども、そうですね、アヤトに関しては未だにちょっとまだ、8度を超えた熱が続いているという状態です。はい、大体今回の感じで思うのは、接種後2日間はちょっと安静にするとか、お仕事を入れたりとかするのはやめた方がいいんじゃないのかなと。最低でも2日間は空けた方がいいような気がします。はい、個人で接種するしないは、選べる状況なんですけども、チームの中の総評としましては、
まあ、接種して、まあ、どっかでその安心感というか、そういうのが得られた方がいいんじゃないのかなと思うので、接種をしたことは、チームとしては良かったんではないかなというふうな、はい、見解でございます。はい、ぜひ、これを参考に、はい、どうされるかはご自身で判断してください。というわけで、副反応の検証結果以上でございます。ありがとうございました。